い、皆さんこんにちは、こんばんは。世界の半分を前にやろう、ケタスケです。今回はトレネコ3の大会の説明動画となります。トレネコ3の大会ってどうなんだろうっていうふうに興味を持った方は、最後までお付き合いいただけますと、大変嬉しいです。第7回ケタナツ杯の大会概要の説明をしていきます。前回大会の第6回ケタナツ杯では過去最高の115名参加となりました。大盛り上がりだった前回大会から少し間は空いてしまいましたが、今回もやってきました。この季節トレネコ3が好きな方なら誰でも参加が可能な大会、ケタナツ杯の大会概要&参加方法の説明になります。ご興味ある方は最後までお付き合いよろしくお願いします。1番から6番まで、大会概要とか、チーム分けの仕方とか参加方法などは、基本的に今までの大会と同じになっておりますので、今までの大会に触れたことがある方っていうのは、このあたりの説明すっ飛ばしていただいて構いません。7番と8番、ボーナス関係ですね。このあたりが、いろいろとバージョンアップしておりますので、大会常連の方は7番、8番を重点的に見ていってください。初めて大会に触れるよっていう方は、大変お手数なんですけれども、一番最初から見ていただいて、楽しそうだなと思っていただけたら、ぜひ参加お願いします。まずはじめに初見の方へということで、大会と名がついておりますが、ガチガチの試合というよりは同じ趣味を持つ者同士集まってワイワイするお祭りのようなものになっております。ミダ会の方もどんどん増えており、前回大会ではミダ会勢の方も20名以上参加いただいておりますので、実力に関係なく気軽に参加いただければと思います。はい。で、大会趣旨について、すべてのトレネコラーがトレネコ3を楽しむ大会を目指す、これ第1回大会から、ずっと僕が、大事にしてきたことです。大会概要を、説明していきます。まずはじめに大会の大まかな流れについて、1番ツイッターで参加申請をする、2番大会期間中に世界の名機をプレイしてもらう、3番ツイッターで結果報告をする、4番閉会式でワイワイする。簡単に説明するとこのようなイメージです。すべてのトレネコラーが対象の大会なので、初心者から上級者、配信されている方、配信されていない方、問わず誰でも参加可能な大会となっております。それからチーム戦とかビンゴなどのおまけ要素もありますが、より大会を楽しんでいただけるように準備したものなので、必須事項ではないので、ご安心ください。興味がある方はそちらも合わせてご確認ください。基本的には異世界の名機をプレイしてもらうだけになっております。はい。で、ルール&日程について、大会期間、令和5年の7月14日の金曜日の21時から、7月、16日日曜日の21時までの、48時間、17日の月曜日は、休みとなっておりますので、3連休の、土日がメインになっている大会です。競技内容、大会期間内に、異世界の名機をどれだけ深く潜れたかを競うシンプルな大会、潜るダンジョン異世界の迷宮、一部ビンゴのお題として別ダンジョンに挑む人もいると思います。操作キャラクタートレネコポポロどっちでも OK、 使用機種、PS2 版 GBA 版どちらでも OK、 レトロフリークの使用も OK となっております。配信環境、配信非配信どちらでも OK です。途中参加について、途中参加 OK な大会となっております。ただし7月15日土曜日の21時までとします。大会開始から24時間以内までとさせていただきます。参加条件について、トルネコ3の異世界の迷宮がプレイできる方、それからツイッターのアカウントをお持ちの方、この2つの条件を満たす方であれば誰でも参加が可能な大会になっております。各種イベントについて、チーム分け&ビンゴ阿弥陀くじ、7月13日の木曜日の21時から23時まで、チーム分け参加者締め切りは7月12日の水曜日の13時までとなっております。開会式、ルール説明など、7月14日の金曜日の、19時半から、21時まで、それから大会期間、ここがメインのところです。48時間あります。7月14日の金曜日の21時から、7月16日の日曜日の21時までの48時間、それから今回バラエティマッチ行います。いつもレジェンドマッチというものを行っておるんですが、今回はバラエティマッチを行います。7月14日の金曜日の21時から24時までポポロ奏者の場合は21時から25時までの間となっております。バラエティマッチ後ほど説明します。それから閉会式、結果発表については7月17日の月曜日21時から23時の2時間を予定しております。この日は祝日となっております。
集計が遅れた場合、別日にずらす可能性がありますのでご容赦ください。ちょっと私事でありますが、子供が生まれたので、集計作業に、遅れが出る可能性があります。もしも、遅れてしまった場合大変申し訳ないんですが、この日に行えない可能性もあります。頑張ってこの日にやりたいと思ってます。なので、報告の方、皆さん漏らさずによろしくお願いします。はい、バラエティマッチについて、大会スタートと同時に主催者ケタスケと異世界を並走して勝とうというイベントを行います。トルネコ3の20周年記念大会の時にやったやつですね。はい、参加資格について、誰でも参加可能なイベントになっております。で、本大会参加者じゃなくても OK としますので、バラエティマッチだけやりたいよっていう人も、参加してください。配信してる方、されてない方問いません。ルールについて、7月14日金曜日の21時から24時の間により深く潜れた人が勝ちのレギュレーションで、ポポロ奏者の方の場合は21時から25時ということで、トルネコ奏者は3時間、ポポロ奏者は4時間制限でどこまで潜れるかっていうタイムアタックをしようというものになります。はい、でビギナーの方ハンデがつきます。異世界未打開者ビギナーの方は、プラス30回を記録として扱います。ただし上限は100回までとします。報告時にビギナーである旨を記載ください。表記がない場合は、確認できないケースもあるので、無効となります。同回数の場合は桁助け勝利とします。打開で並ぶ場合はタイムが早い方が勝ちとします。でそれからポポロ打開の場合はマイナス1時間を記録として扱います。はい、で参加方法と報告の仕方について、参加申請は特に必要がなく時間内に勝手にプレイしてもらえれば OK です。自分の結果を、シャープ第7回ケタナツ杯バラエティマッチ報告でツイートしてください。で報告の締め切り、結構早く設けております。トルネコ奏者の方の場合は24時10分まで、ポポロ奏者の方の場合は25時10分までに、報告を行ってください。それ以上ちょっと締め切りの時間を延ばすと、不正を疑われることにもつながるので、なるべく早い時間のうちに、報告を済ませてください。それから、並走者募集について、配信者の方、これは配信者の方限定とさせていただきます。当日、ケタナツチャンネルのミラー配信にて、3名まで並走者を募集します。開会式時に希望者を募り、希望者が3名以上いる場合は抽選にて、3名を選出します。20時40分までに自分の配信枠を取っておいていただけると助かります。ケタスケに勝利した方にはもれなくボーナスプラス5点がつきますので、日頃の練習の成果を試してみてはいかがでしょうか。あなたの挑戦をお待ちしております。もちろんこのバラエティマッチの結果というのはこの第7回ケタナツ杯の、報告用の冒険として扱うことができるので、打開された方はもちろんその打開報告として扱うことができます。はい、成績の付け方についてです。簡単に表を出しました。個人順位、総合順位、優勝チーム、いろいろありますが、順に説明していきます。1番チームを分ける。2番異世界の迷宮をプレイし自分の成績を報告してもらう。3番、個人の成績をもとに個人順位をつける。4番個人順位やボーナスをもとに総合順位をつける。5番総合順位の各自の点数をチームごとに合計し、さらにチーム得点を加え総合得点を算出する。6番総合得点が大きいチームが優勝。いろいろと、ごちゃごちゃ書いておりますが、皆様は、異世界の迷宮をプレイしてもらって自分の成績をツイートしてもらうと。で、その、報告いただいた成績、何回行きましたよとか、で時にはビンゴ、達成した方はビンゴツイートもありますんで、そのあたりの報告ツイートをもとに、こちらで勝手に集計して、順位に反映させていくので、皆さんは、そんなに難しいことはしないで OK なので、ご安心してください。はい、では個人順位とか総合順位とか、ちょっとなんだろうっていう方もいらっしゃると思うので、そこについて、詳しく説明していきます。個人順位について、より深く潜れた人が上位かつ打開者はタイムが早い方が上位の順位表になります。最高成績をもとに順位をつけていきます。例の1番、50回で死亡した場合はあなたの成績は50回となります。例の2番、仮に打開された場合は、あなたの成績は100回というふうになります。で同回数だった場合はレベルが高い方が上位となります。打開者は99回階段上で表示されるゲーム内タイムが早い方が上位となります。ポポロでの打開の場合はゲーム内タイムからマイナス1時間して計算します。これはポポロの方が時間がかかりやすい傾向にあるため、このようにバランス調整をさせていただきます。ビギナーの方はハンディキャッププラス10回を付与します。ただし上限は100回とします。で
この個人順位1位から3位の方については、ケタナツ杯において、レジェンドランクというランクに区分されることになります。はい、で次、総合順位について、先ほどの個人順位の得点、100回とかですね、こちらをベースにして、ビンゴなどの、獲得したボーナス点を加点して、総合得点、総合得点っていうのは、チーム貢献度点みたいなものですねが高い人が上位の順位表となります。例えばなんですけど、打開しましたよ、さらに TA をトルネコ1位というボーナスを取りましたよ、さらにニフラムの巻物を発見するというビンゴを獲得しましたよっていう方の場合は、打開の100回でプラス、TA をトルネコ1位というボーナスがありまして、これが1位13点なので13点、でニフラムのビンゴは3点獲得なんで3点、で合計116点、総合得点として116点獲得してますよというものになります。で、このように、ボーナス点を含んだものを、順位表に載せたものを総合順位表と呼んでおります。で、こちらの総合順位1位の方が大会 MVP という形になります。はい、で優勝チームの決め方について、総合順位の得点にチーム得点、ビンゴ達成、ライン達成とか、ビンゴパーフェクトとか、チーム得点に入るものを加えたものをチームの総合得点として、その点数が大きいチームが優勝となります。はい、続きまして参加方法について、必須条件ツイッターアカウントをお持ちであること、ツイッターでケタナツチャンネルのアカウントをフォローしてください。それから以下のタグを使用して、参加申請結果報告をしてください。テンプレートをツイートしておくので、参考にしてください。鍵アカでの参加は不可とします。複数人で集計作業をするので、誰からでも確認できるように鍵アカの人は大会期間中、参加申請から閉会式まで、鍵を外すようご協力よろしくお願いします。参加申請の仕方について、第7回ケタナツ杯申請というタグをつけていただきます。で、それから名前、打開数、意気込み、配信 URL、ミラー可否を記入して、アットマークケタナツを添えてツイートしてください。打開数はトルネコとポポロの合計。打開されたことがない方は、打開数の欄に、最高到達回数を記入してください。配信されていない方は、配信 URL と、ミラー可否については記入する必要がありません。はい、それからミラー NG と表記がない場合は、ミラー OK とみなしますのでご注意ください。途中参加の方も同様に申請ツイートをしてください。チームに関しては運営からのリプライで確認してください。運営の返事を待たずに始めて OK です。ただし申請締め切りを、7月15日土曜日の21時までとします。はい、結果報告の仕方について、シャープ第7回ケタナツ杯報告のタグをつけて、名前、チーム名、成績、一言、その他を記入してツイートしてください。成績は操作キャラクター、到達回数、レベル、打開の場合はゲーム内タイムが分かれば OK です。1ツイートに収まりきらない写真を貼りたい人は自身のツイートへの返信で貼っておいてください。その他の欄については複数打開した方や、剣盾の強さ合計が70以上というボーナスが、あるんで、そのあたり、達成している方は、ここに数値を記入していただけると、ボーナス見落としに、つながりますのでご協力よろしくお願いします。ビンゴの報告の仕方について、シャープ第7回ケタナツ杯ビンゴというタグをつけてチーム名と達成したお題を記入して達成したことがわかるスクショまたは直撮り写真を添えてツイートしてください。注意事項、申請と報告は1人1ツイートまで、訂正したい場合は元のツイートを削除して新たにツイートし直してください。申請報告ビンゴについてはケタナツチャンネルのいいねがない場合は確認できていない証拠になるので別途リプライをください。運営がツイートに気がつかないことを防ぐためにご協力よろしくお願いします。過去に申請ツイートがタイムラインに表示されないことが何度かありました。申請ツイートにはアットマークケタナツを添えていただけると助かります。ランクとチーム分けについて、過去の実績や申請時の打開数をもとにレジェンドランク、プロランク、ベテランランク、ビギナーランクの4つのランクに分けていきます。それぞれのランクごとに網だくじをしてチームを分けていきます。一つのチームにレジェンド、プロ、ベテラン、ビギナーがバランスよく配置されることになります。はい。で、それぞれのランクについて説明します。レジェンドランクについて、過去5大会のケタナツ杯で上位3位以内に入賞したことがある方、プロランクの方、異世界の迷宮をトルネコ、ポポロの合計で50回以上打開したことがある方、ベテランランク、異世界の迷宮をトルネコ、ポポロの合計で1回から49回打開したことがある方、
ビギナーランク異世界の迷宮を打開したことがない方、はい、チーム分けについて、チーム分けの日7月13日木曜日の13時までに参加申請いただいた方をそれぞれのランクごとに網だくじをして、今回ジゴスパークチーム、マダンテチームに分けていきます。でそれから人数が多い場合はベホマズンチームも追加し3チーム戦とします。それから人数が均等じゃない場合の配慮、足りないチームは架空の人物を1人作り、そのチームの平均回数をもとに個人順位に反映させます。マダンテ君86回などですね。ビンゴに貢献できない、&ボーナスに引っかかりにくくなるので、若干不利にはなりますがご容赦ください。ハンディキャップと個人ボーナスについて、ハンディキャップについて、打開したことがない方は成績にプラス10回のハンディキャップがつきます。ビギナーの参加ハードルを下げることが目的です。ただし、上限は100回とします。ハンディキャップは個人順位に反映させます。ハンデ込みで同回数が複数いる場合は元の回数が深い方が上位となります。例です。ビギナーで95回で死んだ場合、95回プラスハンディキャップ10回なので、105回、ただし上限を超えるので成績は100回となります。例の2番、A さんが、ビギナーで40回で死亡した場合はハンデ込みで50回になります。で対して B さんが、ベテランで50回で死亡した場合は50回になります。で50回でなりますが、元の回数が深い B さんが上位となります。個人ボーナスについて、今回もボーナスをすべて公開します。戦略を練って何を狙うかを決めたり、練習などに励んでいただければと思います。このボーナスは個人順位には反映されません。それぞれどのタグで判断するかを書いておくので、しっかりと確認をよろしくお願いします。個人順位反映は1枚目のスクショとします。はい、TAK ボーナス、 TSMK のボーナスになります。TA をトレネコ、トレネコ打開者の中で打開ゲーム内タイムが早い上位3名にボーナスを付与する。1位13点、2位10点、3位7点で判別するタグについては、シャープ第7回桁夏愛報告のタグの中で、早い方になります。はい、続きまして、TA をポポロ、ポポロ打開者の中で打開ゲーム内タイムが早い上位3名にボーナスを付与する。1位13点、2位10点、3位7点前回よりも、点数がちょっと上がってます。それからトルネコ TA の申し子、トルネコ打開タイムが3時間を切った人全員にプラス5点、ポポロ TA の申し子、ポポロ打開タイムが4時間を切った人全員にプラス5点。こちらTA の申し子ってトルネコポポロ分けていなかったんですが、今回は、トルネコとポポロと、分けております。打開 RTA トルネコ、トルネコ打開者の中で打開ツイートが一番早い人にプラス7点。打開 RTA ポポロ、ポポロ打開者の中で打開ツイートが一番早い人にプラス7点。さらに、トルネコ RTA1 位よりも早い場合はプラス15点に増加します。ただしトルネコ打開 TRTA は、超早いので、ポポロ打開 RTA が早くなるという可能性はかなり低いかなというふうに思っております。今回バラエティマッチというものもありますので、タイムアタック開始早々スタートダッシュ決めてくる人が非常に多いことが予想されますので、ポポロ走者の方は頑張って狙ってみてください。最多打開、打開数が多い上位3名にボーナスを付与する。1位7点、2位5点、3位3点。ただし2回以上打開が条件となります。条件を満たす方は報告ツイートのその他の欄に、何打開したかを記入お願いします。個人順位トップ10、個人順位上位10名にプラス7点。これは、1位の方も、10位の方も一律でプラス7点となります。コンボ系ボーナス、コンボ勢じっくり勢向けのボーナスです。高レベルをトルネコ、トルネコ打開者の中で打開時のレベルが高い上位3名にボーナスを付与する。1位13点、2位10点、3位7点。高レベルをポポロ、ポポロ打開者の中で打開時のレベルが高い上位3名にボーナスを付与する。1位13点、2位10点、3位7点。トルネコ高レベルの申し子、トルネコ40レベル以上で打開した人全員にプラス5点。ポポロ高レベルの申し子、ポポロ40レベル以上で打開した人全員にプラス5点。申し子4種類について、全て重複可能。複数回達成した場合も、その都度、ボーナスが入る形になります。達成した回数 ×5 点が入ることになります。例なんですけど、トルネコ TA の申し子2回取ったよって方は、5点 ×2 回で10点で、ポポロ高レベルの申し子をさらに取った人は、プラス5点なんで15点入るよっていう形になります。ダースでしょう、ダースドラゴンをゲットしたことが分かる人全員にプラス5点。頼むぜ相棒、15回以下でしか出現しないモンスターを連れて打開した人全員にプラス5点。正しい箱は NG とします。それから追加って書きました。1種類につき、かける5点とします。
例えば、ホイミンとモモンジャを連れて打開した場合、2種類連れてますんで10点。例の2番、ホイミンを2体連れて打開した場合、これはホイミン1種類となりますんで5点。なので分裂の杖でたくさん増やしても意味はありません。オレツエショ、武器盾の強さ合計が高い上位3名にボーナスを付与する。装備の強さプラス修正値の合計値になります。で1位7点、2位5点、3位3点。ただし合計値が、70以上の方が、対象となります。で条件を満たす方は報告ツイートの、その他の欄に合計値を計算して記入をお願いします。例えば使い捨ての盾プラス3を引いたとしたら、33として計算されるという形になります。それから新しいやつ、達人ボーナスについて、桁付けに勝つ、バラエティマッチ、大会開始3時間または4時間ですね、バラエティマッチで桁付けに勝った人全員にプラス5点。ただし桁付けが優勝した場合は僕にプラス5点とします。で、このタグは、シャープ第7回桁夏祭バラエティマッチ報告のタグです。それから二刀流、申し子を2種類以上取った人全員にプラス10点。三冠王、申し子を3種類以上取った人全員にプラス10点。グランドスラム、申し子を全種類4種類、取った人全員にプラス10点。二刀流、三刀流じゃない三刀流じゃない二刀流、三冠王、グランドスラムは重複します。グランドスラムを取った人は、二刀流の10点、三冠王の10点、グランドスラムの10点で30点ゲットとなります。ただし、まあ、4打開しないといけない、かつ、質の高い4打開をしないといけないってことになるんで、かなり難しいと思います。それからベテランボーナス、あの感動をもう一度、打開数1桁の人限定、新生児の打開数が1桁の人限定で打開した人全員にプラス7点。ベテランランクトップ5、ベテランランクの中で個人順位上位5名にプラス5点。もちろん、個人順位トップ10のプラス7点も、重複します。ビギナーボーナス、異世界の迷宮を打開したことがないビギナーの方のみ対象のボーナス、新人王、ビギナーの中で個人順位1位の人にプラス13点。大型ルーキー、ビギナーの中で個人順位2位3位の人にプラス10点。新人卒業、ビギナーの中で打開した人全員にプラス10点。このあたり結構増やしてるかなと。新人自己ベスト更新、ビギナーの中で打開できなかったが自己ベストを更新した人全員にプラス5点。初めての〇〇ゾーン、ビギナーの中で初めて行ったゾーンに対して3点ずつ加点、重複化。ゴーレムゾーン、氷魔ゾーン、ゾンビゾーン、ゲーツゾーン、浮遊ゾーン、水ゾーン、剣ゾーン、悪ゾーン、爆ゾーン、ラットゾーン、竜ゾーン、マックスゾーン、ダースゾーンの、計13ゾーン。例です。最高到達回数80回の人が打開した場合は、6点となります。マックスゾーンの3点、ダースゾーンの3点で6点となります。ラッキーボーナス、個人順位によって左右されるため狙うことがほぼ不可能なボーナス、表彰式のお楽しみ要素として捉えてください。判別のタグなどは一部を除き特にありません。ラッキーセブン、個人順位が7位の人にプラス7点。ハーフショー、個人順位が真ん中の人にプラス2点。飛び賞、個人順位の下1桁が0の人全員にプラス2点。ブービー賞、個人順位が下から2番目の人にプラス3点。ブービーメーカー、個人順位が最下位の人にプラス1点。平均より上でしょう、到達回数がハンデを抜いた平均に一番近い人、大きい人にプラス3点。桁付けより上でしょう、個人順位が桁付けよりも1つ上の人にプラス3点。夏コミより上でしょう、個人順位が夏コミよりも1つ上の人にプラス3点。下克上、打開数ランキングと個人順位との差が良い方に大きい上位3名にボーナスを付与する。1位7点、2位5点、3位3点。参加 RTA、参加申請が早い上位3名にそれぞれ1点。それからビンゴボーナスについて説明していきます。3×3 の、今回は 3×3 の比較的ちっちゃいビンゴですね。計9マスのビンゴシートが、チームに1つ配られて、大会期間中にみんなでこのビンゴシート1枚のお題を埋めていこうというものになります。個人に対して、これが配られるんじゃなくて、自分のチームに対してこの、3×3 のビンゴシートが1枚配られるよっていう形になります。お題をクリアするごとにボーナスが加点され、総合順位で上位になれたり、チーム勝利に貢献することができます。運要素が絡むものから、テクニックを要するものまで様々ありますので、狙うのが難しそうな場合は他のプレイヤーに任せて自分の冒険に専念してください。次にどうやってお題打ち分けを決めていくのかを説明します。エキスパートビンゴ、この上の、緑色の部分ですね。
上側 2×3 の真ん中を除く5マスについてはエキスパートビンゴお題候補一覧の中からランダムに選出します。でこの真ん中の星マークのところは、チームで〇〇人が打開するというお題になりまして、こちらの位置に固定します。エキスパートビンゴの特徴について、上級プレイヤー向けの難しいお題設定となっております。運要素が絡むものは少なめとなっております。エキスパートビンゴ第1弾、全部で12種類ありますね。順に説明していきます。この表の見方なんですけれども、ここにベースポイントというものがありまして、これが、獲得した場合に得られるポイントになっております。順に説明します。1番トルネコ TA、トルネコで2時間を切って打開する。2番ポポロ TA、 ポポロで3時間半を切って打開する。10点。3番トルネコ高レベル5点、トルネコで50レベル以上で打開する。4番、ポポロ高レベル、ポポロで50レベル以上で打開する、これ5点。5番バリチャレ、バリチャレモードでストーリー1からプレイして異世界の名機を打開する、これ15点あります。6番闘技場、闘技場で99,999枚を獲得する、これ5点。7番親子打開、トルネコとポポロ両方で打開する、5点。8番金持ち倒産、トルネコで30万ゴールド以上を持って打開する、これ6点です。9番生贄 TA、 生贄の洞窟30秒切って打開する、6点。10番、幻の洞窟、幻の洞窟を打開する、7点。11番鍵三種、黄金の紙切れ、風の剣、黄金の鶴橋3つと持って打開する、魔法の壺か、巻物の切れ端で代用可能としております。今回は、巻物の切れ端 OK としました。ただし識別済みであることが条件となります。12番ニフラム、生ニフラムの巻物を発見する、ただし白紙は NG とします。これ3点。この表のところそのまま、大きく見やすく文字で書いておりますので、どちらかで確認してください。はい。で、ベースポイントを後で説明します。ポイントは1つの項目につき1人1回まで獲得可能となりますので、例えばニフラムの巻物を2回発見したとしても、1回だけ3点だけというふうになります。はい。続きましてレベルビンゴについて説明します。下側の 1×3 の3マス紫色の部分ですね、こちらのマスはレベルビンゴお題候補一覧の中からランダムに選出します。レベルビンゴの特徴としまして、運要素が絡むものが多いになります。ビギナーしか狙えないレベル0があり、通常攻略ついでに狙えるものも多いので、初心者の方も積極的に狙っていきたいビンゴとなっております。レベル0からレベル2まで様々なお題が設定されています。いずれかのレベルのお題を達成できればそのマスを埋めることができます。レベル0というのはビギナーランクの方のみ獲得可能、レベル1レベル2に関しては誰でも獲得可能の、お題となっております。で、ここの、1マスを拡大したものというふうに思ってほしいんですけど、ビギナーの方がレベル0のお題を達成しましたよという場合は、レベル1レベル2クリアしていなくてもこのマスは埋めてるよということになりまして、ビンゴライン獲得の、条件は満たしているというふうになります。はい。で、レベルビンゴ大候補一覧を、ご紹介していきます。今回ちょっと少ないですけれども、マスが少ないので候補一覧も少なくなっております。1番レア指輪ハンター、レベル1、回復の指輪は見切りの指輪は、ミニデーモンの指輪を発見する、これ3点。レベル2、綺麗な指輪は会心の指輪は投げ名人の指輪を発見する、これ5点です。2番レア装備ハンターレベル0、ビギナーの方のみ、挑戦できるやつですね、使い捨て呪いを発見する、これ4点。レベル1ルカナンソードを発見する、4点。レベル2ライフドレインは、アイスソードは必中の剣を発見する、6点。3番銀爪ハンターレベル1、銀の爪を発見する、4点。レベル2銀の爪プラス3以上を発見する、4点。4番、パンハンターレベル0、魔法のパンを発見する、3点。レベル1腐り切ったパン以外の全ての種類のパンを同時に所持していることを証明する、パン、大きなパン、巨大なパン、腐ったパン、魔法のパンの 1,2,3,4,5 5種類ですね、これ3点。レベル2、全ての種類のパンを同時に所持していることを証明する、パン、大きなパン、巨大なパン、腐ったパン、腐り切ったパン、魔法のパン、5点。それから5番6番、はてなはてなはてなとなっておりますので、
隠しお題というものになります。5番、伝説の鍛冶職人、これトルネコのみ挑戦できるお題となっております。はてなはてなはてな、今のところはちょっと隠しお題となっております。6番、珍獣ハンター、珍獣ハンターについてはポポロのみ、挑戦可能なお題となっております。はい。5番6番のお題の達成条件については開会式の時に説明します。でそれからポイントは1つの項目につき1人1回まで獲得可能で、レベルごとに獲得可能としております。なので、例えばレア装備ハンターの、ルカナンソードを発見した方は、2回目のルカナンソードは無効になりますが、ライフドレインとかアイスソードとか必中の剣を、さらにまた発見した場合は、ルカソの4点と、こちらのレベル2の6点で10点獲得することができるという意味になります。指輪とかも全部そうですね。はい。で各チームそれぞれ違ったビンゴシートを作成します。難易度の差が生まれることになりますが、公平性よりもゲーム性を重視してそれすらも楽しんでいただければ幸いです。それから得点について、個人点に加点されるもの、総合順位で、出される点数ですね。各お題ごとに、ベースポイントが振り分けられており、達成者に加点します。でここ、前回大会までと大きく違うところなんですけれども、自チームのビンゴシートに選ばれたか否かは問わず、全プレイヤーが全候補お題に挑戦することができます。エキスパートビンゴの12種類、レベルビンゴの6種類の計18種類かな。でもちろん達成することでボーナス点が入ります。今回はおまけポイントという概念はなくて、達成者全員に一列でボーナスポイントが入ります。はい。じゃあ、ビンゴシートを作成する必要はあるのかということに対してなんですけれども、さらに、自チームのビンゴシートに選ばれたお題を達成した場合、点数がベースポイント ×2 倍になります。でさらにビギナーの方に限っては、自チームのビンゴシートに選ばれたか否かは問わず、点数がベースポイント ×2 倍になります。自チームのビンゴシートに選ばれたものが4倍になるというわけではありません。はい。ここが大きく違うところです。例なんですけど、自チームのビンゴにあるバリチャレお題をクリアした場合、15点 ×2 倍で30点という、めちゃくちゃ大きいボーナス点になります。自チームのビンゴにないバリチャレお題をクリアした場合、これは、15点は獲得できます。自チームのビンゴシートにない、バリチャレお題をクリアしたビギナーさん、もしこのような猛者がいた場合は、こちらも30点獲得となります。なので、今までの、特にエキスパートかな、エキスパートの方でトルネコ高レベルやりたいけど自分のチームのビンゴにないからなっていう方だったりとか、まあ、逆もしっかりかな、 TA とか、幻とかそのあたりの、ビンゴが自チームにない方の場合でも、挑戦することで、獲得するポイントがありますよという形になります。はい。で大会 MVP、総合順位1位を取るためにはビンゴ獲得は必須となります。はい。でそれからチーム点に加点されるもの、ビンゴライン、ビンゴ1ラインにつきプラス20点、この辺も結構アップデートしております。2番、ビンゴパーフェクト、すべてのラインを揃えるとプラス100点、これがめちゃくちゃでかいです。3番、打開者数ボーナス、打開者数が一番多いチームにプラス30点。これは打開者数ということなんで、1人の人が何回打開してしたとしても1打開としてカウントしますので、チームで何人打開したかが、多いチームがプラス30点。ファーストアタック、これ新しいやつ、他チームとお題が被った場合限定で発生するボーナス、被ったお題を先に取ったチームが1マスにつきプラス20点になります。レベルビンゴのファーストアタックに関して、各レベルごとの対決というわけではなくて、このマス自体を先に獲得したチームがファーストアタック成立となります。例えばこの場合、レベル0のお題を B チームが先に獲得したよという場合は、このレア装備というマスに関しては、ファーストアタック B チームが獲得となります。でこの後先にレベル1を A チームが達成したとしても、もうレベル0でレア装備の枠は埋まってるんで、ファーストアタックの権利はなしという形になります。裏ビンゴパーフェクト賞、全18種類のお題、各レベルも含むを達成したチームがもしいらっしゃったとしたら、特別賞として、運営から天ギフをプレゼントしたいと思います。まあ、ただし、たくさん
参加人数いると思うので、受賞者は1人に限らせていただいて、そのチームの中から抽選で1人、プレゼントとしたいと思います。まあレベル2とかねめっちゃむずいんで、無理だと思います。頑張ってください。補足、バリチャレモードで、ストーリー1からプレイして異世界の迷宮を打開するについて、証明が難しいのですが簡素化するために、配信者の方であれば99回階段上のスクショのみで OK とします。ただし、バリチャレモードでストーリーをやってることをアーカイブで確認できることとします。非配信者の方、挑戦される方は事前に DM ください。不正が疑われないような方法を相談しましょう。それからジャスティススキップはありとします。他データから、アイテム相関はありとします。ニフラムの巻物とか変身の巻物とか、読んだデータでいけるように、していただいても構いません。それからバリチャレモードでの異世界の迷宮の記録も報告冒険として扱うことができます。黄金の紙切れ風の剣、黄金のツルハシ3つと持って打開するについて、魔法の壺は、巻物の切れ端も OK。 今回は巻物の切れ端は OK とします。ただし識別済みであることが条件とします。99回階段上で対象アイテムを所持していることが分かるアイテム欄を取る、複数枚か。99回階段上でなければ無効になるのでご注意ください。それからレベル貫通について、複数のレベルを同時に達成した場合でもまとめてポイントをかっさることができます。例ですね、ビーナー君が全ての種類のパンを同時に所持していることを証明した場合、レベル0からレベル2全て達成で、自チームのビンゴシートに、採用されているお題であれば、22点ゲットというふうになります。隠しお題について詳細欄に、はてなはてなはてなと書かれているお題の達成条件については、開会式時に発表します。予想して楽しんでみてください。それから何々を発見するという発見の定義について、基本見つけたら OK、店売りの場合は購入しなくても OK、 未識別の指輪に関してはインパス、合成印で判別できれば OK、リレミトでの持ち帰り、打開リザルト画面、死亡リザルト画面などの判別でも OK、呪い OK、 人食い箱でも説明欄で判別ができれば OK、巻物系は読んでも判別 OK です。ただし白紙は NG です。基本分かれば、OK にするので、上記以外の方法でも、何かしら僕に伝えられればだいたい OK とします。最後に、注意事項&お願い事項、大会を盛り上げるために Twitter で途中経過ハイライト動画や画像、感想などをシャープ第7回桁夏愛のタグをつけてバンバンつぶやいてください。大会サムネについて、大会サムネを前回同様足場さんに書いていただいたので、自由に使ってください。大会中はいろんな方が配信されるためサービス化できるようにアイコンや名前を使って加工して使用することをお勧めします。下の方に、リンク貼っておきますんで、そちらからダウンロードして使ってください。配信ミラー配信のお願いについて、環境がある方はぜひ配信をお願いします。でシャープ第7回ケタナツハイのタグをつけるのを忘れなく、大会の盛り上がりがいろんな方に届くといいなと思っております。ミラー配信をしてくださる方は事前に DM いただけると嬉しいです。配信スケジュールなど少し相談させてください。僕からも告知させてください。配信される方はこちらをご確認くださいということで、トレネコ3の、配信規約について、こちらのサイトから確認できますし、概要欄に記載する文言なんかも載っておりますので、こちらを一度ご確認の上、配信するようにお願いします。普段配信している方はだったらもう記載されていると思うので、大丈夫だと思っております。大会に関わる全ての方へみんなで大会を盛り上げる気持ちで、走者さんが気持ちよくプレイできるように応援コメントを送ってあげてください。不快に思われるような攻撃的な発言行動は取らないようにご注意願います。それから告知宣伝についてめちゃくちゃ嬉しいです。ぜひお願いします。ただし、他の配信でしつこくコメントするのは迷惑行為になってしまうので NG とします。チーム内の連携について、任意となっております。大会用ディスコードを準備します。チーム内の連携にご活用ください。チーム内テキストチャットのみ開放してあるので喋る必要はありません。気軽にチャットでワイワイしていただければ幸いです。ディスコードサーバーリンクは下記に、貼っておきます。招待リンク有効期限があるので切れてる場合は DM ください。前回のサーバーと同じものを使いますので、すでに、サーバーに入っている方は、新たに入り直す必要はありません。前回のチーム内チャットも開放しておくので、どんな感じなのか気になる方は見てみてください。結構楽しいです。大会の補助について、1名募集、ディスコードの各チーム振り分け係、
7月13日木曜日のチーム分けのライブ配信と同時進行で振り分けを行っていただける方を募集します。権限をお渡しするので、僕はチーム分けをやっている最中にやっていただきたいです。チーム分け終わった時に、まあ、終わってすぐにじゃなくても、まあそこに間に合わなくてもいいんですけど、できるだけ早くにチーム内チャットができるようにご協力いただける方いらっしゃれば、Twitter のチームで送ってください。まあ、できれば Discord に慣れてる方だとなおありがたいです。多分僕が何か質問された時にライブ配信中にお答えすることはできないので、できれば慣れてる方でお願いします。それから何人でも、途中経過報告ツイート、ビンゴ状況や TA 状況などツイートしてくれる方、それから盛り上げたい、ツイッターや配信などで積極的にコミュニケーションを取ってくれる方、こういう人たちがいると、トルネコ楽しいとか、大会楽しいとかにつながっていくので、こういう人がめちゃくちゃ大事だと思っています。その他何かあればご相談ください。迷ってる方へ、参加しようかなどうしようかなとお悩みのあなたの参加をぜひお待ちしております。みんなでトルネコ3を楽しむが重要で、チームが勝つというのは二の次です。参加される方すべての共通認識としたいと思っております。広がれトルネコの輪、大会スポンサー、前回の第6回ケダナツ杯の大会期間内にいただいたスーパーチャットは大会運営のために使用させていただきました。スーパーチャットを送ってくださった皆様、スーパーセンキュー、本当にありがとうございます。ここで僭越ながら紹介させていただきます。スポンサーの皆様、猫好きさん、浜さんさん、マスさん、ぶどうさん、リュカアットトルネコラさん、キコさん、アビアビさん、トロジカさん、シンハスさんのドラクエチャンネルさん、カットネスさん、ジャシンチャバさん、キャプテンアメリカさん、ミカさん、アッシバーズライブラリーさん、スリットさん、アキラさん、以上の方が前回大会中にスーパーチャットを送ってくださいました。本当にありがとうございます。今回も大会期間中にいただいたスーパーチャットは大会運営のために使用させていただく予定です。前回いただいたスーパーチャットはサムネイル書いていただいた方にお渡ししたりとか、大会 MVP の方に、何か、イラストをプレゼントする際に、書いていただいた方にお渡ししたりとか、集計作業を手伝っていただいたりした方にお渡ししたりとか、大会のクオリティが上がるために、使わせていただきます貴重な、本当に、大切な大切なお金だと思うんですけれども、いただきまして本当に、ありがとうございます。はい、で最後の方にリンク、説明動画ちょっとここまで貼ってないですけども、動画貼ったりとか、過去の、大会の再生リスト貼ってあったりします。でそれからツイッター、僕のツイッターの、プロフィール飛べるような、リンクとか、サムネイルここにも貼っておきますし、ディスコードのサーバーリンクも貼っておきます。以上で、第7回ケタナツ杯の大会概要の説明、それから参加方法の説明について終わりたいと思います。もしご質問等あれば、この動画の、コメント欄に、書いていただけると、その都度お答えさせていただきますので、よろしくお願いします。あなたの参加をぜひともお待ちしております。大会が約10ヶ月ぶりですかね、結構久しぶりの大会となりますので、皆様のまた思い出に残るような、素晴らしい大会にしていきたいと思いますので、ぜひとも参加お待ちしております。それでは第7回ケタナツ杯でお会いしましょう。したらな。